子と妲己、人の子の未来のため。小田原、そう、うん、小田原城に向かう途上、あそこにおったのが小田原城に、そう、あの時、うん、小田原城に向かう途上、あそこにおった。時を渡る、うん、姫様。レイシと、よかった。はい。やっぱり幼女に追われて孫悟から逃げてきた時、レイシは、そして妖術で操られて。でもそれじゃダメだったのね。姫様、姫様。レイシと、よく、はい。やっぱ幼女に追われて、そしてでも姫様。討伐軍は長篠の戦いに勝った。だが完全勝利とは言えない。妖術に操られ、しかし長篠で蓮氏と対峙した周泰は確信していた。蓮氏の妖術は解けかけていた。あと一手、その一手はすぐにもたらされる。小田原城で仲間になった孫昌公が術にかかったばかりの蓮氏と、その時孫昌公は蓮氏との対決を避け逃げてしまっていた。もしあの時蓮氏と正面からぶつかっていたら。長篠での戦いで分かりました、蓮氏殿。この戦いで蓮氏に向き合っていれば術は解けていたかもしれないのね。気にしてちゃダメ、昌公。間違えたんだったらやり直せばいいのよ。幸い我らにはその術があり。そうね、ありがとう。みんな絶対に練習を取り戻してみせるわ。我が信念を炎となし。戻ってきたのね、ここに。待ってて蓮氏、今度こそ助けてみせる。まずは仲間を援護しましょう。蓮氏殿に彼らを撃たせてはなりません。残りはあいつらだけだ。まとめてひねり潰してしまえ。
める戦ぶり、お見事。戻られたのです。信頼は我らにお任せを。私は逃げない。兵士の心を取り戻すんだから。ここで口当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将打ち取ったり。何お任せを。これでおしまいだ。人間ども、天使殿と刃を交えられますか。それがしが代わりに。ありがとう、デーホー。でも大丈夫よ。私が自分の手で天使を助けてみせる。いい覚悟じゃない、ショーコー。でも忘れないで、あんたには仲間がいる。困った時には頼りなさいよ。よっしゃThank you.
ていたようです。皆が笑って暮らせるように一歩近づいたかろう。姫様、辛い思いをさせてしまいましたね。でもおかげで心を取り、蓮子、よかった。さあこれ、いいえ、私はこのまま妖魔、え、術にかかっているふりをして情報を集めるつもりです。姫様に刃を向けてしまった。これがせめても、そんな、蓮子、ご心配なさらず姫様、長篠で皆様と戦う未来があるならば、その時にお味方すると約束し、それでは。真田の戦、ここに極まれり。やるじゃない。やるな。成し遂げてくれたか。嘘。